周辺国に逮捕への協力を要請。サムレンシー氏の帰国を阻みました。この種目の世界記録を持つ佐藤、すでに東京パラリンピックの代表には内定しています。同じく内定している上与那原と伊藤とともに決勝に臨みました。佐藤は序盤からトップに立ちました。後ろの選手を警戒していたと、後続のスピードを確認してから一気にペースを上げます。その後も独走を続けた佐藤、狙い通り2位以下の選手を引き離していきます。佐藤は2大会連続で2種目を制覇。さらに上与那原が銀、伊藤が銅と続きました。大会記録を更新できたらいいかなっていうような感じで走ったんですけど、きつかったです。調整をしっかり重ねていって、世界記録を更新して金メダルっていうのを達成したいと思います。表彰台を独占した日本、今大会で獲得したメダルは13個と目標の10個を上回りました。まさに独走って感じですね。そうでしたね。でこの種目、銅メダルでベテランの伊藤智也選手、最後伸びなかったけれど、日本選手で1位から3位まで締めることができてた、よしとしましょうとにこやかに振り返りながらも、東京パラリンピックに向けて丁寧に丁寧に一日一日を積み上げて頑張ると意気込んでいました。新たな戦いがまたここから始まります。大相撲九州場所は中盤戦に入りました。新三役の朝乃山は遠藤と小結同士の対戦、大関復帰貴景勝の一番と合わせての朝乃山は立ち合い踏み見ました。高木、今シーズン最初のワールドカップは10位でした。ここまで高校でした。今、続いて南さんとお伝えします。はい、北海道で雪が降っています。そうですね、北海道は今日も風が強く猛吹雪、西に雨の降るところが多く、雷を伴って強く降るところもある見込みです。はい、北海道は雪が降り続く見込みです。で風もかなり強く猛吹雪になるところもありますので、見通しが悪いところもありますから警戒をしてください。そしてその雪は夕方から夜にかけても降り続き、夜遅くから日付が変わって明日にかけても雪は降り続く見込みです。
ますね。そうですね、明日の朝までは雪の降る所が多くなる見込みです。このため雪の量がかなり増えて、日本海側では明日の朝まで多いところで50センチぐらい雪の降る所がありますし、予想される最大瞬間風速は北海道、日本海側を中心に最大瞬間風速30メートルから35メートルぐらい吹きますので、暴風雪によりかなり見通しの悪いところがありますから、警戒を続けていただきたいと思います。そして北と南でかなり気温が今日も違う見込みです。もうね、この辺で色がかなり分かれていますけれども、ね、最高気温を重ねてみますと、はい、西日本が20度前後で気温が上がって、福岡、鹿児島は20度を超えて、10月並みの気温のところも多い見込みです。一方、北海道、札幌は2度で、平年と比べると6度も低くて、もうこれは冬の寒さが続いていて、それで、みんなの風で季節が異なる見込みです。西日本が冬晴れのところが多く、暖かいんですが、北日本は今日寒さが続きますので、風邪をひかないようにも注意してください。今日はこちらです。今日は北海道は日本海側を中心に雪、そして北陸や新潟は雨が降る見込みです。今日の予想最高気温です。北海道は氷点下1度から4度ぐらい、関東から西は20度前後のところが多いでしょう。週間予報です。名古屋から那覇です。明日の日曜日の各地晴れますが、月曜日は広い範囲で雨が降る見込みです。札幌から東京です。明日の日曜日は日本海側の天気は回復に向かう見込みです。月曜日は雨のところが多くなるでしょう。続いて、その雲の一部が長野県の北部の山線などにも現在かかっています。で、今日この後の雨や雪の移り変わりです。で、新潟県内は今日は雨が降ったり止んだりの天気が続く見込みです。一部の雲は長野県の北部にも流れ込んで、北部の山沿いは雨や雪、標高の高いところは雪のところが多い見込みです。夕方から夜にかけては破棄の決定見直しは難しいという立場を伝えました。日本政府は輸出管理の見直しは全く次元の異なる問題だとして、韓国側の求めに応じる考えはないとしていて、政府内では執行は避けられないという見方が強まっています。ただアメリカが働きかけを強める中、日本も明日タイで行われる日韓防衛相会談などを通じて懸命な対応を促すことにしていて、引き続き韓国側の対応を注視する方針です。抗議活動で混乱が続く香港。若者らが拠点にしている一部の大学について、警察が近く徹底した取り締まりに踏み切るのではないかとの見方が強まっています。香港の大学のキャンパスに立てこもる若者たち。レンガで壁を作ったり、火炎瓶のようなものを用意したりする姿も。香港の警察は昨日、火炎瓶の製造や弓矢を射る練習をしており、キャンパスが暴徒の基地になっているなどとして、強制排除も辞さない姿勢を示しました。さらに、中国政府の香港マカオ事務弁公室は談話を発表し、習近平国家主席は暴力犯罪分子の処罰を断固支持する考えを示し、秩序回復に向けた最も強いメッセージを発したなどとして、抗議活動を続ける市民や若者に警告しました。香港では一部の幹線道路が妨害活動で依然として通行できず、休校となった各大学でもバリケードが築かれたままとなっていますが、中国政府の指示を背景に近く警察が徹底した取り締まりに踏み切るとの見方が強まっています。全国の地方銀行の今年4月から9月までの中間決算は、およそ7割の銀行で最終的な利益が減少しました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券が株式を上場している全国の地方銀行78社の今年4月から9月までの中間決算を集計したところ、およそ3割にあたる22社は前の年に比べ利益を増やしました。一方でおよそ7割にあたる56社は利益を減らしました。
長引く低金利で本業の貸し出しで収益を上げにくくなっていることが現役決算の理由です。経営環境の厳しい地銀に対して金融庁は将来にわたって収益を確保できる対策を取るよう求め、地銀同士の連携や地方との提携などの動きも見ています。全国の地方銀行の本当の対応が注目されます。早くもインフルエンザが流行です。予定を取り始めてから2番目の速さで早めのワクチン接種などを担当します。東京都内の小児科の診療所です。Thank you.